するならば、夜はバラ色、お化けのバラ色、今日も明日も朝も一つになってしまう。男性歌手がこうやって僕のバックダンサーやってくれました。皆さんもう一回拍手を送ってください。どうもありがとう、ありがとう、素敵だったですよ。さて、それでは次はもう一回雅子ちゃんです。今度はじっくりお聴きくださいね。越冬ツバメです、どうぞ。
選ばれました。口なしの花、橋幸夫さんです。今では指輪も回るほど痩せてやつれた口なしの花の花の香りが旅路の果てまでついてくる。口なしの白い花、お前のような花
小さな幸せ、それさえも捨ててしまった自分の手から口なしの花を花を見るたび寂しい笑顔がまた浮かぶ口なしの白い花お前のような花帰ろうか心
さとに涙も夢になるだろうか。鍛え帰ろうかもう一度直に相手に愛を告げる歌です。一本気な思いが聴く人の心に響きます。君こそ我が命、橋幸夫さんです。あなたを本当は探してたよ。傷ついて死ぬまで会えぬと思っていたが、けれどもようやく虹を見た。あなたの瞳に虹を見た。君こそ命、君こそ命、我が命。探してた。その時すでに遅かった。どんなにどんなに愛していても、あなたをきっと
傷つける、だから離れていくけれど、君こそ命、君こそ命、我が命。その子は父を待っていた。この日の朝には帰るはずの父であった。それが三つ目の朝となり、四つ目の夜が来て、五つ目の朝が雨だった。しとしとピッチャー、しとピッチャー、しとピッチャー、悲しく冷たい雨すだれ、隠して人を切る、帰りゃいいが帰らんときゃ、この子も雨ん中骨になる、この子も雨ん中骨になる。ああ大五郎、まだ三つ、隠して人を切る、帰りゃいいが帰らんときゃ、この子も風ん中土になる、この子も風ん中土になる。ああ大五郎、まだ三つ、6つ目の朝、霜が降りた。季節の変わり目を告げる別れ霜だ。パキパキピキンコ、パキピンコ、パキピンコ、雨風凍って別れ霜、霜踏む足がかじかんで、隠して人を切る、帰りゃいいが帰らんときゃ、この
中凍え死ぬこの子も霜の中凍え死ぬああ大五郎まだ三つこんな立ち回りのない芝居やめてもっと盾のある芝居やりまよそれがわての命だ立ち回りがわての命だっせYou
第五次セリフ飛ばす。ゆるいキャラだよ癒し系、いつも見てくれこの僕が、平和な世の中守るから。ゆるキャラゆるキャラほほいのほい、ゆるキャラゆるキャラほほいのほい。ちゃんじょうちゃん聞いとくれ、これが日本だ郷土ラブ。歌うは私橋ゆきよ、ゆるキャラ音頭で踊ろうよ。ゆるキャラゆるキャラほほいのほい、ゆるキャラゆるキャラほほいのほい、ゆるキャラゆるキャラほほいのほい、ゆるキャラゆるキャラ。ゆるいなあ。振り返るとこのマイクと共に私は時を過ごした。なぜ歌うか尋ねられても、うまい答えが口で言えない。愛して別れた人がいた、憎んで離れた友がいた、傷つきながら舞台に立てば、そこにはいつも歌があった。人生なんて語れないけど、私は歌を歌って生きてきた。今思えば好きな道を歩き続けて幸せだった。ただ若さを支えにして、何もわからぬ遠いあの頃、迷って溺れた酒がある、眠れず悩んだ夜がある、涙の中で心に問えば、そこにはいつも私は歌を歌って生きてきた。
スと限らず思い出す人、今でも胸の中にいる人、あなたはどんな時も私の絶対の味方でしたね。厳しい目、優しい目、変わらず私に向けられていた目。今私がこうしているすべてあなたのおかげです。人生も運命も切り開くものだと悟してくれたね。今私がこうしているすべてあなたの恵みです。母さん、あなたはどんな時も私の絶対の味方でした。星よりひそかに雨より優しく、あの子はいつも歌ってる、あの子はいつも歌ってる、声が聞こえる寂しい胸に、声が聞こえる寂しい胸に、涙に濡れたこの胸に、涙に濡れたこの胸に、言っている色を持ちなさいな、言っている色を持ちなさいな、いつでも夢を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 、星より密かに雨より優しく、星より密かに雨より優しく、あの子はいつも歌ってる、あの子はいつも歌ってる。ありがとうございました。歩いて歩いて悲しい夜更けも、この声は流れくる、
涙にあの子は帰る歌声で、あの子は帰る歌声で。橋幸夫さん、森井雅子さんでした。どうもありがとうございました。雨が小粒の真珠なら、恋はピンクのバラの花、バラの花、肩を寄せ合う小さな傘、若い心燃えさせる別れ。口に出さぬが思いは同じ、そっとうなずいじらしさ、別れたくない二人なら、濡れて行こうよ、どこまでも、誘われてしまうな。
た人はいない、遊びで別れるつもりなら連れては来ないさ、この部屋に。ねえあなた、素直に信じていいのね。私泣き虫になりそう。そんな夫婦のことを歌った曲は数多くあります。中でも大阪を舞台にした歌は格段輝いて聞こえます。波は恋しぐれ、橋幸夫さんと石原純子さんです。芸のためなら女房も泣かす、それがどうした文句があるか。雨の横丁、宝禅寺、何はしぐれか寄せ林、今日も呼んでる、今日も呼んでる。酒も煽るし女も泣かす、そやかてそれもこれもみんな芸のためや。今に見てるい、わいは日本一になっとるや。日本一やで、わかっとるやろ。ほんま、なんやその辛気臭い顔は。酒や酒や酒買うてこい。なんか言うたらどないや。付き合うて一緒になった仲やない。あんた遊びなはれ、酒も飲みなはれ。あんたが日本一の噺家になるためやったら、うちはどんな苦労にも耐えてみせます。そうや、その言葉を待っとったやないかい。凍りつくような浮世の裏で、目の花これがおいらの恋女房。あなた私の生きがいと笑う二人に、笑う二人に。じゃんけんぽんよ、じゃんけんぽんよ。
も桜も一緒に咲いて、春は一度にやってくる。秋は茎や水まで澄んで、リンゴみたいな味がする。東北六県じゃんけんぽんよ、じゃんけんぽんよ、こちらにいでゆが湧いて、肩を並べて二人ずれ、ずっくり疲れば順並ぶしや、さんさしぐれやおばこぶし、東北六県じゃんけんぽんよ、じゃんけん。こコンコン、いつかにどうか、積もり積もればまた嬉しい。鍋にちらつく炎の歌に手拍子合わせりゃ夜が更ける。東北六県じゃんけんぽんよ、じゃんけん。じゃんけんぽんよ、じゃんけんぽんよは愛こでせっせ。太陽真っ昼の海で出会った二人、君の瞳はサファーダブラック、君の唇マタドルレッド。なんて素敵なセニョリタ、信じられないセニョリタ、もう一度言って好きだった言って、メキシカンテキーラ、ブラテンロックで踊ろう。指先からでも心は通う。僕の気持ちはメキシカンパッション、君のスタイルメキシカンパッション。みんな見てるぜ君を、しびれちゃったよ僕も、パンチの効いたありがとう、ありがとう。
ありがとうございました。どうぞ。遠く離れて暮らしても顔見せに盆を合図に里帰り、富士山が矢倉代わりのてっぺんで温度とりゃみんな人通り、沖縄が太鼓叩いてエイサなら北国は西新大漁期、元気よぎでいつでもやる気、それ笑顔と笑顔で頑張れ日本、それみんな調子を合わせ、ボン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 ダンス、みんなで踊ろうボンダンス、ヘイ、
続いても瞬き者の決定版、南春夫さんの若き日の代表作雪の渡り鳥、島津亜矢さんでお聴きください。さあ皆さんお待たせいたしました、スペシャルステージの時間となりました、はい、今回は橋幸夫さん、西尾由紀さん、林麻美さんです。はい、はい、歌謡界の大御所橋幸夫さん、そしてモノマネ名人としても芸達者な西尾由紀さん、はい、さらには歌に芝居に大活躍の林麻美さん、このお三方が集うと一体どんなステージになるのでしょうか。そうですね、楽しみですね。はい、皆さんぜひ期待してください。お楽しみに。皆さんこんばんは、橋幸夫でございます。西尾由紀です。林麻美です。今日はこの3人でですね、はい、スペシャルステージをやろうっていうんですから、はい、いや私にとりましてはもうね、緊張というかね、なんかドキドキ、若いお二人なんでね興奮しそうなんでございますけど、いい、私たちの方がね緊張しております。大丈夫、はいはいはい、でも素敵なステージになるように、はい、うん、そうです、うん、頑張ります。頑張ります。この3人でもし旅をしたら楽しいだろうなと思うんだよね。はい、その旅も現代の旅じゃなくて、また旅なんて旅したらという。道中ものまた旅ものを歌いましょうよ。はい、ではまずは木曽節三度笠です。ふざとせいの白むくてか本にしがね渡り鳥、木曽の生まれよ中のり新座、いつか新座をいつか新座を長野寺に、木曽の中野さん
さて続いては花笠同士旅は道連れ、お二人でどうぞ。見慣れば白状そうな歌
とりどりそれでいいのさ、あの移りな風が吹くまま西東なのによ、なぜに目に向くいた子がさ、いや楽しかったね。楽しいですね。ね、こういうあのまたたびや道中ものって本当に楽しいなって思いました、うん、はい、いやそれよかった、はい、次の僕支度をしてなきゃならないの。あ、だから、はい、その前にあなたたちは次のコーナーを自分で2人でやってください。ちょっと衣装替えしてまいりますので失礼をいたします。早く帰ってきてくださいませ。待ってます。はい。さてね、実は私たちは青森の出身なんですよね、はい、そうです。そうで、私はあの弘前の出身、私は六ヶ所村の出身です。はい。でね、弘前城の桜がそろそろね満開になりますので、ね、そうですね、ぜひ皆さんのお出かけいただければ嬉しいなと思いますけどもね、はい、あと青森は美味しいものもたくさんありますので、はい、美味しいものといえば、はい、あさみちゃんはラーメンが好きで好きで、ご当地ラーメンを探して歩くんですけれども、はいはい、多い時で1日に6種類ぐらい食べたことあります。6種類はい、私があのこう美味しいラーメン屋さんをこう探すのも特技なんですが、はい、西尾さんはやはりモノマネがお得意で、いやいや、はい、ありがとうございます、ね、大月みやこさん、どうもこんばんは、大月みやこでございます。白い外観、坂本冬美さん、また君に恋してる、橋幸夫さん、いた子もいたろう、ちょっとちょっと待ちなさいよ、ね、ちょっとお待ちったらよ、今着替えようかなと思ったらその声が聞こえたんで出てきちゃったんだ。あ、でもなかなかうまかったけどさ、大丈夫、話ばっかり二人ペチャ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 喋ってて、新しい歌を歌うんでしょ、はい、そうです。それやってくんなって着替えられないんだよ僕は。失礼しました、失礼いたしました。何を歌いますか。まずは私から、はい、デビュー20周年記念曲、はい、辰巳の左妻、今回はセリフも入っております。そうですか、はいはい、そして、はい、私は、空になりたい涙という曲なんですけれども、女性のとても繊細な葛藤、心の葛藤を歌わせていただきました曲です。そうですか、はい、じゃあまずはゆきちゃんからいきますか、はい、やっと着替えられるわこれ。いいな、待つ人がいて。
にしてもらわなくたって、私今夜はうーんと酔ってやる。だってだって、競うすなしの深川育ち、負けん気強いいさみ旗、時代忘れますか。
やいや、2人ともいい歌だね。ありがとうございました。なんかしっとりとしてるね。あれ、はい、西尾さんミニスカット履いてきたの？そうよ、ちょっとここからね趣向変えるから。あ、じゃあちょっと待ってください。ヒガバもちょっと待って。あ、行っちゃったよ。なんか逃げるように。いや、まあ2人で話そう。私あの一つ橋さんにお聞きしたいことがあるんですが。改めて何でございますか？芸能生活52年、とても若々しくお元気な橋さんなんですが、その秘訣は？運動を欠かさないようにしてるんですね。特に最近ここも60を過ぎてからですね、はい、2日に1回は約1時間半、ね、ウォーキングランニングを混ぜて途中ストレッチを入れたりするというやつ。これでね、やっぱり筋力をもう一回復活させましたよ。一番びっくりしたのはね、はい、音域がね、昔より1度って1音高くなっちゃった。あ、え、1音もですか？うん、なんかバタ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 うるさいね。なんかパカ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 うるさかっただけでやっと入ってきた。じゃあそんな一音上がったところで、気持ちも新たに上げましょう。そうですね、私たちもね、橋さんに負けないように。そうですね、元気いっぱい歌いたいと思います。いきますよ、まずは恋のメキシカンロックから、イエーイ。太陽真昼の海で出会った二人、君の瞳はサバータブラック、君の唇またダールレッド。なんて素敵なセニョリタ、信じられないセニョリタ、もう一度言って好きだと言って泣きしかん。これも昭和のヒット曲、渡辺真理さんが歌った東京ドドンパ娘。Oh,